皆さんこんばんは、ビーレジェンドカギナリでございます。ですね、皆さん杉田智和さんってご存知ですかね。杉田智和さん、声優さんです。もうね、すでにご存知の方もいらっしゃるし、やっぱりね、この声優の中ではまあ非常にね有名な方なんですけれども、代表作でいくとジョジョの奇妙な冒険のジョセフ・ジョーフサーね、あと鈴宮春日の憂鬱、ごめんなさい、これ僕よく分かってないんだけど、鈴宮春日の憂鬱のキョンで、あと、銀魂の坂田銀時、あの主人公のね、だからあのジョジョ、要はジョジョと銀魂ですよ。でね、ひょっとしたらこの鈴宮春日のキョンの方がなんかメジャーだったりするのかもしれないんですけれども、まあ、その声をやってらっしゃる杉田智和さんがいらしてね、で先日その杉田さんのツイッターでね、ちょっとね、すごかったんですよ、そのツイッターが。これここ、波動拳味は相当うまかったのでカメハメハ味にも期待してるっていうね、ほら、わかるかな、ツイートがあったわけですよ。でこれを見て、えって、杉田さん波動拳飲んでくれてたんだ、なんか筋トレはねされてるっていうことは結構有名らしいんですけど、で、カメハメ味にも期待してるっていうことで、おカメハメハ味期待してくださってるんだと思ってて、で、ちょっとウォッチしてたんですけれども、こうやってですね、届いたわーって言って、ほら、画像アップしてくださったんですよね。これ逆向きになってるけど、上下逆向きだけど、アップしてくださったんですよ。でそれで、もう少し見てると、まあその次にね、レモさんは、レモさんっていうのは、このドラゴンボールスーパーブロリーの中に出てくるキャラクターなんですけどね。でそのレモさんの声も、杉田さんはやってるわけですよ、声優さんとして。でレモさんはブロリーの理解者、彼のことを知るためにはカメハメハの味を知ろうということで、まあこれ飲んでくださってると。でまあありがたいなと思って、ちょっとビーってこう追いかけて見てると、カメハメハ味はエナドリ味で美味しかったです。レモさん要素を加えるためにレモン味もブレンドしていい感じにっていうことで、これ多分ね地中海レモン混ぜてんじゃないかなと思ったんですよね。でシェイクした後で炭酸水追加、カメハメハ味がスパーキングしたぞブロリーっていうことで、なんかめちゃくちゃ泡立ってるんですけど、こういうのをアップしてくださったりですね。であとブロリー、お前の髪の色みたいになったぞ、カメハメハ味に波動拳とレモンをちょい足ししたのさって言って、多分ねこんな感じ、ちょっと黄色い感じで泡立ってるんですけど、でまたね別のツイートでは、今日もカメハメハ味と波動拳混ぜて飲むわっていう形で、こういうねツイートがあったりですね。あとそうか、これが最新か、これが12時間前にねツイートされてるんですけれども、っていうことで、まあこのね、杉田さんが毎日飲んでる飲み方、波動拳とカメハメハのミックス、スーパー波動カメハメハ味で飲んでみたいなと思ってですね、で当然じゃじゃんと用意しましたよ、こういう形ね、波動拳とドラゴンボール、そしてお水も用意しました。はい、ということでちょっとね飲んでみたいなと思います。はい、ということでね、波動拳入れました。でね、ドラゴンボールの方もちょっと開けてみますね。で今ドラゴンボールスプーン2杯入れました。ドラゴンボールじゃないわ、波動拳2杯入れました。これでカメハメハも2杯入れました。ほら、わかるかな、なんか黄色と青がこんな感じ。これでやっぱりカメハメ波動拳、おお、なんとも言えない青と黄色が混ざって本当に黄緑になった。すごいすごいすごい、なんか黄緑で、このブロリーの髪色みたいになりました。本当に杉田さんおっしゃってる通りですね。ということで飲んでみますね。なんか色はなんかあんま美味しそうな色じゃないけどね。いただきます。うん、うまい、うまいね。
まあ普通にうまいかな。めちゃくちゃうまいってことはないけど、なんだろうな、エナドリ感が少し減って、波動拳の乳酸菌飲料っぽさでカメハメハのエナドリ感が少し消えてる。だけど美味しい。波動拳でちょっと甘すぎるなっていう人はこれミックスした方が美味しいと思う。あの程よい甘さになって、ああそうか、そういうことだね。ということで、まああれだね、カメハメハと波動拳を混ぜたらブロリーの髪の色になるっていう、ブロリー風味かもしれないですね。はい、ということで、まあぜひね、皆さんこれ両方ご自宅にあるっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、この機会にね、一度ミックスして飲んでいただくのもいいんじゃないでしょうか。ということで、ぜひですね、皆さん、ドラゴンボールスーパーブロリーカメハメハ風味ですね、大好評発売中ですので、まあ、ちょっとね、ひょっとしたら在庫切れとかなっちゃうかもしれないんですけれども、この機会にお試しください。あとね、カプコンさんのスイートファイター5波動拳風味、こちらの方も大好評発売中でございますので、お試しいただければと思います。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、ではまたお会いしましょう。さよなら。